施設でね。DC 坂つ新書記念オールスターズ、J1 コースと J 杯連覇、始まるよ。J リーグオールスターサッカーは93年から7年まで15回開催されました。東西対抗でしたが、95年と96年は前年12月と分数で対戦しました。本作では1クラブで最多3名選出。ベフアが初期スタメン、スペイタと柳もスタメンにします。1回目引き分けてしまったので、2回目戦術ポストプレイにして勝ち、終了後セーブしました。前話で6月ギリギリパーフェクトタウンにしたのに、クラブハウスルブボディ改築家にならなかったので、再微調整投資をして改築家にならないか、やってみました。結果は、4回すべて改築不可だったので、5回目余計なことは何もしないで先に進めることにしました。前回最短年数全冠制覇同様、3年目に改築家になると信じることにします。世界スポーツ大会はジャマイカ、ノルウェー、イタリアと同組。ユース・スペイタが選抜されました。ベフアもファラーモも23歳以下なら選抜されたかも。ユース・下田、石井、柳が日本代表に選抜されました。残り8名で、人数を減らす行為は不能になります。J1 年間優勝が出現条件と言われたモディリアーニ氏が、J1 前期優勝直後に出現されました。もっと前に出現されるのかもしれませんが、2年目7月に最高峰の監督と契約できるのは超ラッキーです。スタジアムルブボディ完成、VIP ルームルブ1増設化が大きい。名物発売イベントでファーストフードルブ1の秘書セリフ変化。現在発売されてる名物が人気で店内がお客さんでいっぱいですよ。細かい変化があって驚きです。しかし1試合も開催せず、世界最大スタジアムルブスに即改築します。今回は前回より妥協しない、ことを心がけてます。世界スポーツ大会の結果は3連敗、2年目は勝てません。優勝はクロアチア、前回全冠制覇でも優勝してました。8月 J1 コース開幕。崖っぷちランキングを始めます。京都、ガンバ、広島が開幕6連敗。前期最下位市原がガンバに90分勝ち、紅葉が見えてきました。首位青ヶ島を、清水、名古屋、鹿島の3クラブが勝ち点差3で追う。広島はもちろん、ガンバ、京都も連敗を止めないと降格危機です。得点ランクは下田首位。ラゴスとペフアは差を縮められません。評価ランクはラゴス首位。パラーモと下田、ペフア、さらに柳も猛追してます。5月6月に続いて、8月もラゴスが MVP でした。8月は日程過密。J 杯準決勝は勝ちません。世界最大ユニコーンスタジアムルブスが完成しました。アイス、ラーメン、コーヒーショップルブ1を設置します。休憩室ルブ1はスペース1空いてしまうから設置。クラブ人気は、もう多分 100% なので必要なし。子供預かり所、展望室はスペース4の割に効果が低いです。売店利益より入場者数をわずかに増やした方がいいかもしれないので、展望室はありかもしれません。客席剥き出しも視覚的インパクトがありますが、雨の観客減が大きいので屋根設置、まるで宇宙船のようです。第27節は広島と福岡が勝ち点3、ガンバ勝ち点1を上げ、勝ち点0新潟と市原が残3節非常に苦しくなりました。首位青ヶ島を2位鹿島が勝ち点差7で追いますが、次節岩田に勝てば青ヶ島の完全制覇達成です。得点ランクは首位下田に2位ラゴスが1点、3位ペフアが3点まで迫ってます。評価ランクはラゴスが1位で9月も MVP。柳が2位まで躍進しました。10月 J 杯決勝は浦和戦。5月6日 ACL 決勝2戦目18時。1戦目アウェイは勝ちある引き分け、2戦目ホームはスコアレスドローでも優勝。J リーグ代表として応援します。
現在の青ヶ島は2番目のチーム評価世界トップになってます。対する浦和はまだ2年目なので4番目の十分な戦力です。選手評価も4番目のかなり高いが6名で、3番目の世界に通用は1人もいません。年数が進んで絶好調なら小野選手などは G クラブで育成しなくても2番目世界屈指になることもあります。チーム評価が2段階上だとコンディション調整しなくてもまず負けることはありません。アジアタイトルはかつては注目度も低く、リーグのスケジュールも厳しくなるので罰ゲームと呼ばれました。しかし2年 ACL に統一、7年浦和、8年ガンバが優勝してクラブワールドハイに出場すると注目度が上がり始めました。17年浦和2度目の優勝、18年鹿島優勝、10年間 J クラブが優勝なしは国内リーグの日程が厳しいためもありましたが、近年は協力的になりました。しかし4年間 J クラブは優勝してないので、浦和にはぜひ3度目のアジア王者になってほしいところです。1戦目キングファハド国際スタジアムは世界最大級の屋根でアウェイ感がバリバリでした。前半13分、連携ミスからアッドオサリーに先取点を取られました。大きなスペースや陣岡野に渡りました。まさか先取点を献上するか、守護神コミネに救われました。しかし後半8分、コオロギ選手が貴重な同点弾、鹿島時代から応援してました。ボールを持ちました。小野のパスを下田カット、攻め上がります。一瞬の隙をついて抜けた。ここはパスを出しました。ゴール前、左サイド砂に乗って中央でおとりになります。逆サイドはパラーモの走り込んでて、大外ペソア、とフリーで決めた。前半18分、青ヶ島、前線幸運なゴールを決められるのは幸運を呼ぶものだけです。素晴らしいシュートでした。あそこまで行ったらあれでいいですよね。誰にでも幸運は起きてますが、そうですね、この勢いを大事にしたいですね。ほとんどの者はゴールすることができません。敵の焦りを誘い、後半41分アットサーリー選手がまさかの一発レッドで退場しました。下田のカットからペソアのクロス、ラモスのポストプレイ、ゴール前上がった下田へ、スライディングが下田の焦りを誘って追加点を防ぎました。アットサーリー選手は17年も決勝2戦目警告2枚で退場してます。カタールワールドハイ史上最大の番狂わせを起こした選手で、2戦目欠場は大きいです。2戦目埼玉が浦和有利であることは間違いありません。しかしそれは先取点を取られれば消し飛ぶほどの有利です。トラーモン挟み込んだったり、止められずに置き去りにされた。ゴール前スナミにスルーパス、キーパーを鮮やかにかわして決めた。後半17分、J杯連覇を確実にする追加点。追加点、いい時間に追加点が入りました。2戦目有利でも守備的すぎては足元を救われる。サッカーあるある。難なく決めました。いやー、彼ならではのプレーですね。常に逆襲を狙う攻撃的守備で行ってほしいです。欧州 CL と違って ACL は盛り上がらない。やっても無駄の声も根強いです。しかし欧州 CL も多くの問題を解決してきたから現在の盛り上がりがあるのでしょう。後半終了間際、ラゴスのドリブルを全く止められない。ゴール前下田に横パス、下田軽くループシュートを決めた。後半ロスタイム、J杯連覇を決定つける3点目。1点をもぎ取りました。将来 ACL が欧州 CL のように盛り上がってほしいから、浦和を応援します。シュートはね、やはり正確さが一番ですからね。盛り上がった ACL で、常に J クラブが中心でいてほしいからです。ウプ主はシカサコなので、鹿島に来季の ACL 出場権を獲得してほしいです。浦和の ACL 優勝回数が2でも3でも、早く鹿島に追いついてほしいと思ってます。青ヶ島の J 杯連覇達成。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ユニコーン、 J リーグカップ連続優勝です。
昨年 J 杯優勝で今年11月のアジアウィナーズ杯出場権は獲得済みです。10月1週後半 J1 完全制覇を決めてから、2月アジアクラブリーグに続くアジア2冠を狙います。さらに12月はニューイヤー杯も連覇して初の国内3冠も狙います。2年目敬語勘だ。ごきげんよう。さようなら。ACL 決勝2戦目は1戦目同様、ダゾーンの独占生中継です。スポーツ見るなら有料放送は変えられない流れかも。テレビなんて、年寄りしか見なくなると20年くらい前から言われてましたが、現実にそうなりつつあります。しかし現状、地上波しか見ないライト層が多いので、有料放送独占は歯がゆいです。J 杯 MVP は柳、次回は J1 完全制覇。また ACL22 決勝の結果にも触れます。ご視聴ありがとうございました。